はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん、デュエルマスターズのファイナルメモリアルパックエピソード1、エピソード2、エピソード3編ですね。はい、前回これを開封した時にもう一箱買ってましたとお伝えしたと思うんですけれども、そちらでございますね。はい、じゃあ早速開けていきましょうか。はい、はい、では早速開封していきましょう。はい、萌えと同じようにしようか。うん、シャッフルしない。シャッフル、そうだ、そう、不敗の大ハード流星。あ、そうだね、そう、これ出ましたね。うん、ね、皆さんからたくさんのご指摘をいただきましたね。かなりレアなものが入ってて、我々全然気づかずにスーパーレア出たみたいな感じで言ってたんだけど、それ以上のものが出てたね。うん、びっくりしましたね。でもああいう指摘をいただけると大変嬉しいです。はい、本当に我々わかんないんでね。うん、じゃあまたこの1枚は置いておいて、はい、12パックずつ開けましょうか。はい、じゃあ行きましょう。じゃあパパの1パック目いきます。せーの、ほい。ん、アウトローカリバーカツキングマックス。エグザイルクリーチャーだ。うん、と、あ、出た、遊びだよ、切り札いっかな。うん、はい、ではエイシンクの1パック目です。1パック目、ね、お、また波動の頂き調べ飛べ。おお、いきなりエイシャンスーパーレアだ。うん、そして後期パーフェクトマドンナ。はい、ではパパの2パック目。お、あ、また出た。え、って、ま、ちょ、待って、これ。同じ2枚目、同じアソートなのかな。わかんない。また出たよ、不敗の大ハード流星。と、正々堂々ホルモン。あ、これはなかったね。うん。え、ちょっと待って。でも、すごいことが起きたぞ。うん。で、エイシン君の2パック目。はい。無法のレイジクリスタル。と、宿命のディスティニー流星。じゃあいきます、パパの3パック目。お、激転下射長子カイザー。これエイシン君前出たね。うん、と、サイキックリーチャー、ドラゴニックピッピー。はい、でエイシン君2パック目、ね、大集結アクアブラザーズ。これは出たっけ。出てないよね。うん、と、アウトロードンカツ丼。あ、これは出たね。これは出た。じゃあパパの4パック目、ね、お、おっとっとっと、出た、勝利のレジェンドガイアル。あれ、これ前も出たよね。うん、と、ゴーストタッチ。エイシン君の4パック目。シルバースコップ。と、超次元ブルーホワイトホール。5パック目。眼力インディゴカイザー。これも出たよね。うん、と、カレーパンボーイ、キルフで勝った。エイシン君の5パック目。精霊サジンジャスティス。と、ナチュラルトラップ。これも出たよね。うん、6パック目。運命。運命。あら。あら。と、シェントンブータンポップ。平心くんの6パック目。復活の祈祷師ザピミラ。あ、そうだね。出てないね、これね。あ、これスーパーレアですね。と、ジオブロンズアームトライブ。7パック目。超次元ガイアルホール。うん、と、魂の大番長クワトロファング。じゃあ、平心くんの7パック目。はい、行きます。はい、カオスウィッチアリス。うん、と、ブーストグレーン。これは出なかった、サイキッククリーチャー。おお、8パック目。勝利の流星カイザー。お、ビクトリー。しかもサイキッククリーチャー。そうだね、これは出てないね。うん、かっこいい。と、ニアリー。エシンクの8パック目。俺のいただきライオネル。これもビクトリー。これも持ってないね。うん、よっしゃー、素晴らしい。と、好奇心プリセンスプリン。パパの9パック目。ドラゴンリーカツドンヤング。これエイシン君この前出たね。うん、と、009。あ、これも出たね。うん、エイシン君の9パック目。反撃のサイレントスパーク。呪文だね。うん、と、戦慄のプレリュード。うん、10パック目。おー、目覚め名様。これも出てたね。うん、と、コードキングナンバーナイン。エイシン君の10パック目。黒神竜踊るニードル。そうだね。と、あ、009。11パック目。お、超次元ホワイトグリーンホール。呪文だね。うん、と、希望の深淵隊ラプソディ。エイシン君の11パック目。電流閃光セブアルゴル。と、ガチンコルーレット。
じゃあ最後の12パック目。おお、レオのいただき、ザ・ライオネル。これ、シンク前出てたね、うん。スーパーレア。と、逆転プリンセスプリン。エシンくんの12パック目。超次元ガローズホール。おー、かっこいい。と、希望の深淵隊ラプソディね、うん、はい、ということで12パックずつ開けました、はい、私が、スーパーレアが2枚、レジェンド1枚、ビクトリー1枚、合計4枚でした。エシンくんはスーパーレア2枚、うん、ビクトリー1枚で3枚。3枚か、はい、前より少なかったのかな。そうだね、そうだよね。それで私が出たカードはこちらですね。レオのいただき、ザ・ライオネル。こちらスーパーレアです。まあ、エイシン君出てたね、うん、コスト10の1万3000パワー、ブロッカーでトリプルブレーカーです。はい、次また出ましたね、これね、うん、腐敗のダイハード流星、これ2枚目です。やったね、うん、ダブルブレーカーのパワー8000、コスト8です。はい、これすごいんだよね。自分がゲームに負けるとき、または相手が勝つとき、うん、代わりにこのクリーチャーを破壊するんだよ。だから身代わりになってくる。すごい、うん、プラスこのクリーチャーが破壊されたとき、そのターン自分はゲームに負けず相手は勝てない。すごい強い。そうだ、最後の切り札なのこれね。だから不敗なんだよ、うん、負けない。はい、続いてビクトリーですね。勝利の流星カイザー、コスト6のパワー6000、ダブルブレーカーです、うん、サイキッククリーチャーだねこれね、うんうん、超かっこいいカードですね、うん、金ピカ、うん、はい、そして最後が勝利のレジェンド、ガイアール。1万3000のパワーでコスト10です。スピードアタッカー、トリプルブレーカーですね。はい、これも2枚目ですね、ガイアールね、はい、うん、はい、続いてエイシン君のカードですね。波動のいただき、シラベートーベン。コストが10の1万3000パワーでトリプルブレーカーです。はい、これも2枚目ですね、うん、続いて復活の祈祷師、ザビ・ミラ、うん、これ初めてだよね、うん、ダブルブレーカーのパワー9000、コスト8ですね。はい、そして最後に俺のいただき、ラオネル。これビクトリー、うん、ビクトリーだね、うん、コスト10の1万3000パワー、ブロッカーでトリプルブレーカーですね。はい、ということでエイシン君が4ポイント、はい、パパが7ポイントで、うん、圧勝でしたね、うん、何でしょう、この罰ゲームがない時にパパ勝っちゃうっていう、何ですかこれは。罰ゲーム用意しとけばよかった残念。まあでもまた今回も楽しく開封できましたね。はい、はい、これ、あ、そうだった、もう一枚あるんだ、はい、じゃあこれはパパ開けていいですか、うん、そうだよね、そう、これになんか入ってる可能性もあるんだね。そうだね。じゃあ最後の1パックパパが開けさせていただきます。せーの、ほい、あ、スーパーレアだ。ゴールデンツインズ、オニシュラ、スーパーレアでした、うん、これが最後に隠れてた、同じだったね。と、燃えるラブスナイパー、なるほど。コスト8のパワー8000、ダブルブレーカーだね。このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、またはバトルゾーンを離れた時、相手とガチンコジャッジをするだって。お、自分が勝ったら次のいずれか一つを選ぶって書いてある。あ、ビクトリーを持つクリーチャーを1体、またはコスト10以上のクリーチャーを1体、自分の手札からバトルゾーン出すだって。あ、これはいいカードだ。え、これいいよ、これ持ってるけど。あ、本当にもう一枚あったのね、はい、なるほど、これも2枚目だったんだ、うん、何気にいいカードだったこれ。そうだね。はい、ということで今回もですね、かなりいいカードが出ましたね、はい、よかった。これ本当にお得だね、ファイナルメモリアルパックね、はい、2月に入ったので、今度はですねエピソード4、5、6編が出るみたいなので、それもまた買って開封したいと思いますね。はい、次回のデュエマ動画はバトルをちょっとやってみたいと思います、はい、多分ね、まだちゃんとルールが理解できていないので、あの皆さんに教えていただかないといけないと思うんですけども、はい、そこはあのご指摘いただけると嬉しいですね。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。